speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. お願いします。いらっしゃいませ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はすいません、突撃で、はい、お邪魔しました。あれ、これもう回ってんすか？回ってます。回ってるじゃないですか。回ってますね。すいません。お邪魔します。あ、どうぞ。なんかいい香りがしますね。いらっしゃいませ。すごいですよね。改めて見てもここ。コレクション。コレクションっすね。なんかもうコレクション、宝物コレクション化しちゃってますけど。すごいいっぱいありますね。これはもう全部お客様からいただいた。へぇ。なんかお供え物みたいなんです。備えたらダメじゃないですか。はい、上とかマジで神奈良みたいなんですか、ね、お酒と、あの神社の。すごい、皆さん優しいですね。こんなたくさんいろんな種類を。イベントとかで、いろいろこう、名古屋とか大阪とか福岡とか北海道とか回らせていただいた時があったんですけど、そこでいただいたカレーやら、お酒やら、なんか私お酒よくもらうんですけど、食べるやつね。やらないといけないです。そうです。皆さんとパーティーすればいいじゃないですか。その飲み物とか使って。ありですね。うん。飲み物とか、せっかくだ。確かに。大丈夫ですか？全員ベロンベロンになります。まあなんかここでちょっと立ち話しちゃいますけど、はい、元気そうで安心しました。ああ。なんかいろいろ終わりになったようで。そうですね。直近で行くと、インフルエンザになったんですけど、インフルエンザになった、記憶って多分あんまないから、多分小学校とか幼稚園とか多分そんぐらいなのかわかんないですけど、めちゃめちゃきつかったです。長谷川さん、ちょっと、はい、いろいろ空き時間に突然お邪魔しちゃってすいませんが、いや本当です、ジムメンテナンス中なんですよ。今日はちょっと覚悟をしていただきたいなっていう感じで。覚悟、はい、やっぱり皆さんがやっぱりいろいろなことを聞きたいんではないかと思って、まあ、その使命を背負ってきましたので、いろいろお答えいただきたいなと思って。怖いな。はい。怖いっすよ。まず、その、一番皆さんの興味としては、大内さんとのお別れのことだと思うんですけど、こう、作業中とかに聞けることじゃないんで、最後にしましょうか。ああ、そうですね。それ以外にもある。いや、いっぱいあると思いますね。いっぱいある。いや、ある、ありますよね。いやいや。今まで話せなかったことって結構あるじゃないですか。まあ確かにそうですね。あえてね、話さなかったっていうのもまあまああるところもありますけど。そうそうそう。YouTube を立ち上げるのと、まあインスタの方向性とかも、うん、まあチームで話し合って決めてきたじゃないですか。はいはい、そうですね。だからそのあたりをやっぱりもう今だから話せるわけじゃないけど、まあこのタイミングでお話しして、改めて長谷川さんのことを知っていただければなと。うん、思ってるんですけど、うん、まず YouTube1 本目のアップでいろいろありましたよね。そうですね、なんか盛り上がってましたね。内容とは全然違うところで。
私もすごく踊れたんですけど確かに超本人が超本人が、ね、はい、やっぱ私がご説明するのに意義があるかなと思って。あ、確かにそうですね。1本目の動画を上げた時に皆さんから私のファンピーの声がですね、西山真央さんの声だっていうことで結構荒れましていや驚きましたよね、あれ、あのね、なわけないのよ。だどういうことしたらそうなるのかっていうのをよく考えたらわかりますよねっていう話なんですけど、まあ似てるんですかね。俺は一回ちょっと似てると思わなかった、思ったことないんですけど。そうですよね、なんかハスキーだけど質が違うじゃないですか。うん、だから確かにね、確かにその低めの声だっていうところに関しては確かにあの、まあ、似てるかもしれないですけど、でそこぐらいじゃないですかそれでなんかあもうネタバレするのはやめてほしいとか、逆に西山さんと結ばれたの嬉しいとか、あでそんなわけないでしょっていう声とかもう本当に荒れてしまいまして、私のハスキーボイスのせいでご迷惑をおかけしました。いや本当ですすいません、それはちょっと謝ってもらったか。いやそうです、すいません放送中に1本目あげたのでまだ答えが出てない状況でしたもんね。あーそうですね、確かに8月8日そうですね、で1周年で放送開始が8月でしたっけ。8月ですね、8月1週目の木曜日なんで多分同じぐらいじゃないですか。そうですよね、はい、だからこう YouTube のスタートと被ってしまったっていうのもあって、まあ、そういった声に私たちスタッフ一同そして長谷川さんも答えることができなかった、うん、そういう感じでしたね。そうですね、まあちげえよとかも言えないですしまあそれはそれでまたね、なんかネタバレみたいになっちゃいますから、まあ改めてここでね、あの、うん、違いますよとあのいうことはもう分かっていただけると思いますけど、でもなんかこの前もありませんでした？私ですか？はい、いやこの前もなんかあの、うん、ファンピーが出てるやつでこれまたあの西山さんの声じゃないですかみたいなことをコメント書いてましたよ。あ、今何ですか、はいはい、ああ、そうなんですね、はい、だとしたらそれは違いますからね、皆さんそれ。なんかこうやって音声変えますかっていうあ、そしてくださいもんあの、音声ソフトで音声変えますか、はい、変えてください。怪しく変えてください、ピーピー言わせてあれ、違う意味のピーになるっていう、はい、あ、ちょっと違うあれまあ、制作スタッフの会社で撮影を毎回やってるんですけど、はいはいはい、あのもろもろ機材トラブルが頻発して大変でしたよねそうですね、確かに今 iPhone で撮ってますけど、もともと私のカメラとかで、そうですね、いいやつね、そうやってた時は別になんかなかったんですけど、途中でいろいろもっといい機材使えっていう感じになって、使ったらそれが不具合があるっていう。確かに、マイクとかね、そうマイク結構撮れてなかったとかありましたね。そうあれは私もあれですけど、スタッフの方々全員がなんかこんな感じじゃないマジかみたいなえこれいけんの、そうなんかずっとウィーンみたいなウィーンみたいな入ってるやつがありました、ね、そうノイズがね、懐かしい。コメント欄でやっぱりその点もすごく指摘が入りまして、あ、はい、暗いとか音が悪いとか、あ、私たちスタッフ何人もねいますけれども、やれる人がやれてるのでちょっとクオリティにも差があったりいろいろありましたね。確かに、ね、そうですね、毎回違いますからね。はい、でしかもなんかタイミング悪く、初回がその西山さんの声に似た私がファンピーを担当して、次が私の上司が担当したら、はい、そこも絶対西山さんに間違いないってなりましたよね。バレたから変えたんだみたいななって。でも確かにそう言われてたから変えたのは変えましたけど、まあそうですね、まあ誤解がないようにっていうね、意味で変えたわけですけど、うん、制作をしていく上でも長谷川さんがすごく男性で人気がある方に対して、こういう女性のスタッフが相手をするのはどうなのかとかも結構言われましたよね。確かに言われましたね。まあ私はちょっときつかったですけどね、あの時すげえ怒られてました。そうですよね。ということでね、もう本当にいろんなことがあった YouTube のスタートでしたね。確かに。なんかあれですよね、YouTube のあれに行きたい、どこかに行きたいみたいな、都道府県のやつやった時に、大分県のスルーがすごすぎるみたいな、なんかって。いや、それはね、いや、大分県としては別に、
悪いわけではないですし、別に嫌いでも何でもないですし、あれじゃ番組中ですよね、確かね。そうだったんですよ。最後の最後とかですよね。そうなんですよ。残ってた、その、番組で残ってた方が、その、まあ、大分ももちろんそうですし、その、まあ、三重と東京か、うん。っていうのもあって、なかなかね。知ってたのをみんな知ってたのに、こう、それを触れなかったっていうのを指摘されてたっていう。ああ、そういうことか。うん、ちなみになんでそんな触れれなかったかっていうと、基本的に番組に関しての話っていうのは、基本アマゾンとかその吉本の方とか、まあ番組の側の制作側とですね、一応あんま言っちゃいけないんですよっていう契約を結んでるんですよ。一応その期間があって、そういうのがあるんですけど、その時はもう絶賛契約期間中なので、あんまり番組のことを大きな声で言えないと。私たち制作スタッフも監視されてるみたいな感じで、言い方悪いですけど、チェックを受ける側だったので、すごく気にしてましたよね。そうですね。確かに最初の、動画とか、もう番組の方たちに、一応ね、全部チェックしてもらってたりもするので。だいぶカットしましたよね。そうですね。ここがダメです。これ使って。バラの下りとか、ね、表現を使っちゃいけないとか、いろいろありましたね。そうなんですよ。なんかあそこに出てる私のイメージが、あって、それをあまり壊しちゃいけませんよっていうのが結構あるみたいなので、うん、それもね、まあ、今こうやって話していいのか分かんないですけど、いうチェックをして出して、ようやくまあ、あれが出来上がったというところですよね。番組の制作サイド側の見解は、まあ、私も番組作ってるんで分かるんですけれども、やっぱりブランドイメージを守ること、うん、プラス、もう一つ大事なのが、長谷川さんを守ることっていうこともあるので、やはりその部分が今回も大きかったのかなと。うん、あ、スタートがね、すごい荒れたじゃないですか、長谷川さん決まってから。荒れました？いや、見てないからわからないでしょうけど。荒れました？そうそうそう。清掃中なの？今日はもう突然お邪魔してるんで、すいません。大丈夫です。やっていただいて。いや、ほんといろいろありましたね。いや、ほんとちょっと今までの過去のことを振り返ってきたんですけれども、応援してくださる皆様の立場に立った時に聞きたいことがいろいろ私もありまして、ファンピー制作スタッフでいろいろ質問を考えてきました。はいはい。はい。で、それは何かと言いますと、まず、お相手の方との最後の投稿の写真、3枚目の、なんか、お参りのやつって何なんですかっていうのがみんなの意見から出て、階段登るみたいなやつだった。インスタのやつですよね。はい、インスタの。いや、特にね、特に意味は別にないんですけど、まあ、前の YouTube とか見てもらったら分かるんですけど、厄年の前の前役の年だって、すごい勘違いしてたんですよ。で、周りのスタッフの人もそう思い込んでて、で、うちの母親が、俺は行ったんだろうなと思って、たんですけど、それの厄払いをしに行ったんですよね、あれ。まあ、その時の写真なんですけど、まあ、厄払いしようかなと思って、こう、生年月日とかを見るじゃないですか、こうやって。こう見てたら、あれ、絶対俺の生年月日ないと思って。え？違うの？で、うちの母親に連絡したら、え、来年だよって言われるっていう、このね、え？あなたはね、あなた言いましたよねっていう、まあ調べなかった私が悪いんですけど、いや、制作スタッフがみんなバチェロレッテの時から見てるから、もうだいぶ年取ったイメージがあって誰がおじさんだよもう厄年厄年ってみんな言っててっていう感じですね。そうなんですよ。それが原因でしたか。それが原因ですね。 で結局まあ行ったから、まあなんか写真撮っとくみたいな感じの写真です。で、ちょうどよくなんか一人で歩いてる感じだったんで、まあなんかこう前向きな感じもするけど、ちょっと哀愁も感じましたけど哀愁感じました。いや、どちらかというと前向きな、再スタートできたらなっていう切り替えの、はい、写真です。なるほど。あれ、ちなみに増上寺、東京タワーの下にあるところですね。初めてはそこ行きましたけど、増上寺ってのがあるんですね。増上寺ですえ、増上寺。あ、増上寺。増す、増す。増える上、お寺。うん、私、東京タワーがパワースポットなんで。いっぱいありますね、パワースポット。え、いっぱいあるんですよ、パワースポット。あれ、なんか、長谷川さんの自転車ですか、それ。あ、これ私の自転車と。
あ、そうか。インスタ上げてたじゃないですか。それでなんかヘルメットかぶれっつって怒られてたじゃないですか。確かにね。まあ確かにそれはそうなのかもしれないですけど、まあまあ一応、義務、まだ義務ではないっていうことで、まあ。いや、ほんとそういうところもね、一つ一つの投稿で、やっぱり配慮すべきことがすごく増えて大変ですよね。いや、本当ですね。で、そういうこともあって、うん、その放送中とその直後に関しては、本当に一つ一つの投稿が、チェックとか、まあ私たちも含めさせていただいたんで、なんか頻度もそんなに上げられなかったですよね。確かにいろいろ考えてあげることが多くなりましたね。なんかもちろんそのお仕事いただいたりとかして、そういうので PR としてあげていくものももちろん増えてるんですけども、それはすごいありがたいことなんですけど、じゃないこのプライベートのやつとかで、なんかこう、あげるのがね、あ、これ大丈夫か、あげるか、あ、いけるか、これ大丈夫か、みたいな、なんか、勝手に自分の中で葛藤があったりとか、なんかこれ変な方向に行かないかとかいろいろなんかね、変な考えが出てくるようにはなってましたけど、なんかここ最近はあんまりなんか逆にちょっとスッとしたというか、なんかそういうの何も考えずにできるようになったかなと思いますけど、こう相手のこととかも考えながらっていうのはかなり思ってたことなんで、なかなかそう自分一人のものでもないですし、いろいろ考えさせられる時期だったかなっていうふうには思いますけどね。まあ、そもそも私たち制作スタッフから、まあ、長谷川さんと大内さんお二人をお会いしたことないんですけどね、のこうどういう方なのかなっていうのを客観的に見てて思ったんですけれども、長谷川さんってそもそもインスタしかやってないじゃないですか、ほとんど。はい。で、かつコメント返しをしない方じゃないですか。はい。そもそも。はい。で、逆に大内さんの方はツイッターはすごくされてるし、インスタもすごくこう皆さんにコメント返しされてるし、その違いは大きかったんじゃないですか。ああ、なんかそういう風にしてるみたいですね。ちょっと私もあんまり彼女のどういう取り組みをしてるのかっていうのは、多分お互いあんまりなんですかね、干渉し合わないようにしてたというか、こうしようとかっていうのはなかったですし、まあ おのおの好きなようにやっていって、何かこうタイミングがきっかけあれば、なんか同じような投稿できたらいいかなみたいなのをやってたんですけど、それがまさか一番最初の投稿がお別れの投稿になるっていう、このね、まあ、まあよくわかんないタイミングの投稿になってしまいましたけど。そういうことだったんですね。はい、じゃあ今までは、おのおのだったけど、合わせたのが最後になっちゃったと。あ、そうですね。そうなんですね。ちなみにお写真はどういうお写真なんですか？話せる範囲で大丈夫なんですけど。最後の投稿のお写真？あれは、二人が気に入ってた写真なんですけど。あれは、彼女家かな？に、撮ったやつで、結構前のやつなんですけど、まあ、写真も、まあ本当に全部一緒になんかいろいろ合わせた方がいいんじゃないかっていうことで、まあ最初はね、ツーショットとか別に載せなくてもいいんじゃないかなとかって私は思ってたんですけど、まあ彼女がまあ載せたいっていう、まあ意向もありながら、まあ確かにそこはまあ合わせた方がいいなっていうところと、まあ本当に喧嘩とかして、まあ、お別れしたわけではないので、まあ文面にもありますけど、まあまあ、もともと別に友達っていうわけじゃないので、出会いが出会いなので、まあ、友達に戻るって言い方は、まあ、合ってるかどうかは分かんないですけど、まあ、友達みたいな、関係になれればいいかなっていう、まあ、願いを込めてですかね。人としては本当に尊敬してますし、素敵な人だなっていうふうには、まあ、今でも別に思ってますから、そこの、まあ、尊敬というかリスペクトは、残しているっていうような意味合いが込められているのかなっていうふうには思ってます。なんかその状況的に、その同じ内容を投稿するってことは、なんかもうまあすり合わせをしたのかと思ったんですけど、まあ対面でこうすり合わせをされたんですか、状況的には。あ、そうですね。会って話して、この時期のこの何時にっていうのを決めましたね。で、こういう文面でっていう
そうですね。あの、作戦会議。作戦会議。はい、あの、切ない作戦会議ですけど、はい、その作戦会議をしましたね。はい、いつも行く、あの、個室のカフェがあるんで今、もうお別れの投稿の話になったので、まあ、私たちスタッフ陣から出た質問の追加なんですけど、あの、なぜ大内さん側のコメントは解放されてて、長谷川さんの方は最初解放されてなかったのかっていうので、そこも結構指摘されてたじゃないですか。それは真相はどうなんですか？そうですね。正直ですよ。あの、とやかく言われたくなかったっていうのが、まあ一番の理由ですけどね、私としては。なんか、絶対心もとないことも言われるのかなっていうのは思ってましたし、まあね、自分としても、まあせっかくね、番組に出て、まあ、素敵な人と巡り合って婚約まで行けたのに、結局ダメだったんかいという、まあちょっと悔しい気持ちもあるんですけど、そこに関して、まあそれはもちろんね、やっぱり二人で決めたことですし、あの、そこに関して何かこうね、周りの方というか、あんま言われたくないなっていうことがあったんで、一回閉じてたんですけど、閉じてたら全然違うところでコメントしてくるんで。じゃあもう別に変わらんやんと思って、もうあの、オープンにしたんですけど、まあ、そのぐらいですね、意味としては。なんか大津さん側のインスタグラムの方にやっぱ結構書かれてて、あの番組の趣旨ってなんか共感する番組じゃないですか、うん、誰かと話してとか、うん、だからその部分でちょっとこうストレスが溜まっちゃったのかなとは思ったんですけど、そういうことだったんですね。まあそうですね、皆さんのね、その言いたいことはすごいわかるんですよ。何のために出たんですかとか、ね、ああいう番出てね、あの、婚約までしたらなんで別れるんですかとかって、それは別れようと思って最初から付き合ってないですし、もちろんね、結婚っていうゴール、まあゴールというか、まあそこがスタートだと思ってましたから、でもやっぱりね、人と人なんでどうなるかっていうのは、やっぱ分からないなっていうのは改めてまた、今回、勉強させられたというか、まあ、難しいなっていうのはまた、痛感しましたね。 YouTube をスタートさせるときにやっぱりいろんなシチュエーションを考えるじゃないですか、あの、お相手を出してもいいけど、でももしもの時その動画をどうするんだとか、やっぱりいろんなこと考えましたよね。それめちゃめちゃ考えましたね。特にやっぱりこう残るもの、まあ、インスタももちろんそうですし、YouTube ももちろんそうですけど、もちろん最初からね、なんか別れるなんて思ってないですし、もちろん結婚するっていうのがまああったんですけど、本当にもしものことっていうのを考えた時に、まあ、今まで通り自分のインスタは、まあ、自分のところ、まあ、アカウントなので、まあ、メインとしては自分を、まあ、載せていくっていうところを主としていくのは変わらずにやっていこうっていう打ち合わせもしましたし、まあ、ストーリーとかでね、残らないものに関しては、まあ、彼女との写真とかも別に上げてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんで、そこで上げたこともありましたけど、あとも YouTube とかもね、いろいろね、コラボしてほしいとかっていう、コラボというか一緒に出てほしいとかっていう、ご意見とかコメントとかも、たくさんいただいてみたいですけども、それもやっぱり残ってね、それをなんか改めてなんか消すっていう、なんかそれがなんかやっぱ悲しいなっていうのもやっぱあるんで、だからそこはもう番組のインタビューとかで、番組ってバチェラーとかのインタビューでいろいろ二人で話してるところがもう結構何個か上がってるものもあったので、まあそれをまあ見ていただけたらなっていうことで、今まで載せては来なかったですけど。制作人としては、やっぱり長谷川さんの印象は、いろんなことを想定して慎重に動かれるんだなっていうのをすごく感じました。だいぶ慎重でしたね。まあちょっとね、慎重に行き過ぎたっていうところ、もしかしたらそう感じる人も多かったんじゃないかなと思いますけど、まあやっぱ慎重すぎることに越したことはないなっていうのは、まあ今思って別に悪いことじゃなかったなというふうに思いますけど、
YouTube はこういう風にしたら伸びると思うみたいなご意見もいただきましたよね。あの結局求めてるのはバチェラーの話を聞きたいのにそれをやらないんですかみたいな意見もありましたよね。はい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 、ありましたね。確かにね。まあそれはね、やっぱりあの自分の出てる番組に関してはやっぱ言えないっていうのが、まあ、一番その規約としてあるので、まあ、それは今後もねできないんですけど、だから動画のネタがね本当に番組以外のことだったんで本当に絞り出すのが大変でしたよね。いやー本当ですね。いや頑張って絞って絞ってたんですけどね。あと忙しかったから放送直後あの外に出られなかったじゃないですか。そうなんですよ。だから会議室ばっかりになっちゃいましたね。ずっと会議室ですね、まあ、これからねちょっとねいろいろあのロケというか街とかも出ながらねいろいろやりたいなと思ってますけど、でもどうなんですかね、その、まあ、スタンスとしては自分のやつはまあ言えないっていうのももちろんあるじゃないですか。でもきっと今後おそらくこの後新たなシーズンがやってくるんではないかなっていうふうに予測はされてますけど、それに関して何かこう、まあね、自分がなんか言える立場じゃないんであれですけど、でも鑑賞会とかならいいんじゃないですか。ああまあまあまあ、それがいたらねいいと思いますけど、それなんか皆さんと集めてみんなでやりたいですねそう、皆さんと一緒なら安全じゃないですか。うん、確かに。しかも感想ですからね、意見じゃなくて。意見じゃない、うん、感想だから。感想です、うん、感想でとどまるかな。俺だったらこうするわ、感想か、これは感想個人的な感想、個人的な感想っすよね、うん、それでも面白いですね。 これだったらこうしたなとかってすげえ言っちゃいそうだな、それなんか自分事じゃないから話せるんじゃないですか、今逆に。確かに。だって2回連続長谷川さん主役っていうか、なんかあれだったから、あのまあまあ重い時期だったじゃないですか。確かに重かったですね、うん、確かようやく客観視できるというか、最初の話でみんなでこう共有したいっていうのがね、うん、こう意見というか自分の推しというか誰をこう応援してるかっていうのも共感してもらいたいとか、そういう仲間をこうね、みんなこう集めてああだこうだ言ってるのがすごい楽しそうですけど最近私それできてないんでねもう一つスタッフの中から出たあの疑問点があるんですけど、はい、私たち制作スタッフは長谷川さんとお仕事しかしてないじゃないですか、はい、でそうプライベートを一切知らないんで、あのちょっと疑問がありまして、それ何かと言いますと、あの大内さんとの写真とかでよく肩に手を置いてポージングしてる写真とかあるじゃないですかあ全然意識しないですけど、そう、それをなんかそういう大内さんの前だけだとオラオラ感が出るみたいなコメントも結構ありまして、ほう、あれはどういうシチュエーションで、見たことないので私たち、ああいうの、なんかそういう態度の長谷川さんなんか皆無で見たことないんで、なんかやっぱ変わるんですか。いや変わらないですよ、うん、なんならこのままですけどね。このままの長谷川さんだとああいうポージングが想像つかないんですけど、なんかいや手つなぐっていうのもちろん手をつなぐのもあれ別にいいんですけど、なんかこうやってることがやっぱ多かったんですよね、彼女に対して。だからそれってじゃないですかね。まあ背が高いですよね。そうなんです、背が高いんですよ、俺背が高いんですよね、うん、そう、乗っけるのがねやっぱイメージダウンだったかなって。ああ、なんですかね。だからいつもの長谷川さんと違う風になんか写真たった1枚とかで伝わるから、うん、やっぱりそのどういうなんかポーズでとか、やっぱそのちょっとしたことでイメージが違って伝わるから、うん、まあ、それは気をつけていった方がいいんじゃないかなと思いましたけど、はい、どうもないと思いますけど気をつけますいやだってもったいないじゃないですか、はい、そういうのなんかオラオラ系とか、あ、私たちは一切感じたことないから。ああ、いや違いますよ、ね、まああの番組の流れ的にね、なんかそういう風な、でも違いますけどね、うん、ちょっとしたことでこう伝わるんだとかをコメントとか読んでると、うん、なんか逆に私たちもちょっと心が痛くなる部分がありまして、う
勉強になりますね、それは、うん、それ書いてあったんで、ああちょっと質問します。気をつけます。気をつけますというか、まあ、もう次ね、できるいつになることや、そんなものとインフルエンザで寝込まれてたと思うんですけれども、ちょっとお痩せになられたんじゃないですか、はい、そうですね、私今期からバスケットボールを復帰するんですけど、で自分の体を戻さないといけないと思って、正直ですね、バチェラー5の時79とか80いって81ぐらいだったんですよ。81キロぐらい、まあ、身長190あるんですけど、まあ、めちゃめちゃ痩せてる、まあ、結構絞って体作っていったんで、そっから、終わりまして、よく言われますね、幸せ太りなのかというふうに、まあ確かにそうかもしれないですけど、なんとか即死91まで行きまして、プラス10、見えなかったですけどね、そうだったんですね。そうなんですよ、っていうのがあって、で自分で復帰するって言ったんで、ちょっとさすがにこれはまあダイエットっていうよりは体をしっかり作り上げようと思って、体作りしてた。でバスケめちゃめちゃやってた。でちょっと頑張りすぎて、免疫力下がったのか分かんないですけど、でインフルエンザにかかった。いろいろ含めマイナス6ぐらいですかね、落ちまして、今ちょっとね、まあ昨日がすごい試合連続だったんであれですけど、徐々にいい感じに戻ってきてるんで、心も体も心強調しましたね、今、あ、そうなんですね。長谷川さんってこれちょっとまた制作陣の意見としては若干体が弱いじゃないですか弱さを見せる弱さを見せていこうということでなんか胃袋はめちゃくちゃ大きいのに、これなんかちょっとあれですね、免疫力低いですよね。なんかね、なんかあるとちょっと寝込んじゃいますよね。そうなんですよ、ストレスを感じない体なのかなと思ってたんですけど、気持ちには来ないで内臓に直撃するっていう、まあ太刀はあまり良くないっていう体だったんだなっていうのがあるんで、まあそこは今後はねちょっと無理せずやっていこうかなと思ってますけど、健康授業をされてるので本当に体調管理に気をつけていただいて。いやそうなんですよ、そうしてもらって大丈夫ですか。はい、わかりました。暴飲暴食、まあ、特に暴食ですね、はもう本当にしなくなったんで。本当ですか。いやもう全然、だって大食い企画来ないんだもん。もうだから食べません私は。もう大食い企画って何ですか。大食い企画やってください早く。あ、大食いあ、いや企画として、はい、あそうなんですよ、なんかあれなんですよね、有吉ゼミとかああいう大食い企画にいやぴったりだなと思ってるんですけどね、はい、来なかったですね。いやもうこっからでしょ、うん、でもいい、俺もう食べないようにしちゃってるから。食べれますけどね、俺めちゃめちゃ食べますからね。昨日で焼肉で、だってご飯と次カルビクッパ食べて最後冷麺食べてますから、ね、これ焼肉別ですからね、一人でこれこれで抑えてます背高くて細身だからあんまり分かんないですよね、その体重の増減っていうのは。まあ確かに、でも顔に出ますね、自分で分かりますね。やっぱ写真撮ってもらったりとかするのが機会が多くなってると、やっぱ自分の顔がなんかもうアンパンマンみたいな、ちょっとパン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 だなっていう時が何回もあるんで、こうシュッとしてきましたけど顔に出ます。とにかくお元気そうで何よりです。今日は突撃してすいませんが、いえいえ、私もいろいろコメント見てたんですよ、まあ、DM とかでよく来るんですけど、まあ、あの時違う方を選んでよかったんじゃないかみたいな話もいろいろやっぱあるんですよね。ぶっこんできましたね。はい、でもこれはね本当にずっと思ってますけど、自分が選択したことに後悔は一つもないです。だから何回やったって私は同じ答えを多分出すと思いますし、まあもちろん、まあ今ねお別れしちゃいましたけども、そこであれだったらこうでよかったなとかって思ったこと一回もないですし、
まあ、そこだけはね、自分の中で、譲れないというか、なんか、そういうふうに思ってるんで、だからあの時が、ね、やらんでたら結婚したんじゃないですかとかっていうのは、皆さんもなしで、よろしくお願いします。それ私じゃなくてもね、もう一人の方にもやっぱ、いい思いはしないですから。それだけはよろしくお願いします。他に何か言い忘れたこととかありますか？急に来て？そうですよ。急に来て。今日はちゃんと大事なことを取りに来てるんで、言いたいことだったら言ってください。急に来て言い忘れてることありますかって、そのむずいっすね、それは。私は西山さんじゃありませんよが言えたんで、今日はすっきりしました。よかったですか。よかったです。それはよかったです。そうですね。まあ、お別れした理由とか、そういうのとかって、正直明確なものがあるわけじゃないんですけど、なんですかね、やっぱまあ価値観の違いとかいろいろこう、まあお互いそういうふうに思ってたんだろうなっていうのが、まあ、積み重ねた結果、まあ結婚っていうよりは、まあ友達というふうになった方がいいんじゃないかっていうような、まあお互い話し合って決めたことなんで、まあそこはね、温かく、お互い、それぞれ見守っていただけたらなというふうには思いますけど、その友達という表現もすごく誤解を招きそうなので、ちゃんとご説明された方がいいと思うんですけど、うん、その当たり障りのない関係のことなのかとか、うん、逆にこれからも会って仲良くしていくのかとか、なんかレベルがいっぱいあるじゃないですか。あ、まあどちらかというと、まあ当たり障りのない関係かなっていうふうには思いますけどね。別に喧嘩してるわけでもないんで、あれなんですけど、まあ、やっぱりね、こう、今までお付き合いした人とはお別れして、なんかこう、ずるずるいくっていうのは私はあんま好きじゃないんで、そこはきっぱり、ちゃんと離れようかなっていうふうには思ってますけど。なんかその、友達としてっていう、その、ワンフレーズ引っかかった方、結構いたと思うんで、うん、はい、今お話聞けてよかったかなと思います、うん、はい。じゃあ今後の長谷川さん、ちょっと元気そうなんで、まあいろいろやっていきましょうか。そうですね、元気になりましたんで、今日は長谷川さんのジムに突撃してトレーニングの合間にお話を伺ったんですけれども、すいません、お邪魔しました。いえいえ、ありがとうございます。どうぞ頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあファンビ退出します。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。戻す、何ですかそれ。いつもなんかポーズ変えてきますね。まあ皆さんにいろいろ伝わってよかったと思います、今日は。まあそうですね、はい、まあ、ナチュラルにね、はい、重い感じじゃなく、ちょっとなんかあれやってくださいよ、ちょっと絶対やらないって言ってたやつ、違う違う、サムネは撮らないですけど、ちょっと絶対やらないやつちょっとやってもらっていいですか。足首硬いから全然いけないですね。で、私たちはこれ絶対やらないって決めてたんですよね。何だこれ。いや、もうキャラじゃないし、なんかね、いや面白いじゃないですか。オフショットで。あ、オフショットで、うん、まあ、ナチュラルに伝えられて本当良かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん次の動画もお楽しみに。はい、皆さん見てください。